R85 は、ダイマゼランクモ内の LH-41OB 型アソシエーションに位置する高高度、青色変更性である。R85 は、死等級が約0.3等の深幅で不規則に変化することが観測されている。同じ高高度青色変更性のカジキザエ性に、特徴的な全体の高度があまり変わらないのに、 大きさや見かけの明るさが変化する変更を R85 も起こしている。この変化は非常に長い周期で0.3等級ほどの変化とおよそ400日の周期で0.12等級ほどの変化という二通りのパターンがあるように見える。このように異なる傾向の変更が混ざるのは有効温度の変化によるものではないかと考えられる。また脈動によるとみられる。 より細かい周期の変更もあり、こちらも複数の周期があるように見える。R85 の現在の特性と進化モデルに基づくと、この構成の初期質量は約28太陽質量と推定される。N119 星雲内の構成風バブルドイツマルク L132A を形成した構成風の発生源として R85 がカジキザエッセイと共に候補に挙げられているが、 いずれの星も要求される温度より低温で、進化の前段階の構成風によってこのバブルを形成したのではないかと考えられている。赤外超過は恒星風の放出と一致している。ありがとうございます。